そして90分で決めようとするサンガは後半44分ディフェンダー菅沼選手が攻撃します。和田さん、菅沼選手は元フォワードなんですね。80メートル近く走ったと思うんですが、ここ決め切るところまでの高さを出した。さあ山口もたるボールを奪って右に出す竹本がいる。